日本埼玉県埼玉市桜区、宿宿は埼玉県埼玉市桜区の大技。郵便番号は338-0814。埼玉市桜区北西の中石平野に位置し、荒川の定外付近は、境界が入り組んでいる。地区の東側を白具はやかだ、南側を五関や塚本、西側を下大久保、北側を在家と接する。 荒川河川敷周辺の塚本付近に入海地由来の飛び地が一箇所ある。全域が市街化調整区域である。西部は主に大久保浄水場となっており、東部の埼玉県道57号、埼玉港の線沿いでは宅地化が進む。地区の中央部や鴨川周辺は農地である。地内の荒川堤防では、埼玉地区定事業によって堤防のかさ上げ工事が実施されている。 荒川河川敷内は、荒川総合運動公園及び農地である。宿宮前遺跡があり、古くから古河原が出土することで有名だったが、1983年と1991年の発掘調査で古墳時代後期から平安時代の住居跡が発掘された。また、大久保城水場が建設されたあたりには、大久保城里遺跡などの遺跡があり、 建設前に大規模な調査が行われた。元は、江戸期より存在した武蔵区にあだち軍職、田谷領に属する宿村であった。村高は、田園墓では276国余り、元禄豪町では302国余り、天保豪町では318国余り。スケゴは、中仙道大宮宿に出役していた。火星期の世帯数は32件で、村の規模は、 東西22町、南北4町余りであった。観音寺には1648年八国の寺料が寄進されていた。地名は宿場町のように軒を連ねていてにぎわっていたことが由来と言われている。2017年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地内に、 鉄道は敷設されていない。北浦和駅方面へのバス路線があり、宿バス停がある。ありがとうございます。